はい、どうも、大根先生です。今回もですね、ドラゴンクエスト8やっていきたいと思います。はい、でね、久しぶりの撮影、今、撮影してるの久しぶりなんですけど、久しぶりの撮影となりまして、何をしてたかっていうのはちょっとね、僕も曖昧なんですけれども、確か東の塔に行けみたいな話だったと思うんで、今から東の塔に行きたいと思います。あってるね、東の塔で。ちょっと一応仲間で、作戦だったかな？仲間。あれ？ここは。東の塔に行けばいいんですね。東、どっち？東、どっち？あ、こっちかな。あ、塔っぽいのがありますね。なるべくここら辺のモンスターは、関わらないようにして。来ましたね。結構気楽だな、こいつは。開け。あー、ダメだ、開かない。ほら、言った通りだろ。この扉には村の人間しか知らない秘密があるんだ。こんな時だからお前の見てる前で開けるけど、この扉の秘密は絶対に誰にも言っちゃダメだからな。よし、じゃあ開くぞ。それあー、そういうこと。これは、まあ、村のみんなに、村のじゃなかった、全国のみんなに伝えるべきだな。ああ、そういうことか。だからこいつここまで来たんだな。また、この俺に任せるみたいな。うん、なるほどね。ちょっと、怖いな。もう怖いよね。ちょっと、どう行けばいいんだろう。どっち？じゃあ、やっぱこっちだよね。行くとしたら。あ、ここに開けなきゃいいんだ。くぅ、やだなぁ。いるいる、キノコとかいっぱいいるわ。懐かしい。やべく戦闘避けましょうね。ちょっと、体力もったいないんで。宝箱が。ゴールドはいらないんだよな。包囲ミスライム変える。なんだこいつら。こっち、なんもなそうだな。うん、あ、ボタン間違えた。いい、ヤンガスはいいから。あった、次の道。ここから、さっきと同じじゃない。ってことは、まっすぐじゃなかったってことだね。あ、めんどくさいことしてくれるな、ほんと。やってみようか、ちっちゃい方ね。こっちだったらいけるだろう。うん、ぽいぽい。行くか。こっから？あー、あっちね。さっきと変わってなくもないか。こっから通うか。やっとここからやっと通うか。いやーな、くん聞く雰囲気だ。おー、ミスライムこっち来るんじゃない。おー、
懐かしい。モンスターしかいないじゃん。最悪かよ。なんでお前階段登るんだ。もうやめてくれよ、マジで。うわぁ。マッキーの子もこう言ってくれ。なんか、こいつあんまり、俺に対して関心がないな。もう人気ないっての分かってるけどなぁ。あー、分かれ道？こっち。上に行って、あ、なるほど、何もないんだ。クソかよ。じゃあ逆だ。なんかまた気づかれた気がするんだけど、気のせい。こう行って、こっち。うん、いいよ。で、バブルスライム勘弁してくれ。久しぶりやるせいで、ね、ちょっと操作がままなってないっていうか、走るのも一苦労みたいな。あったあった、来ないで来ない、来るな来るな来るな、帰れ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 、お前俺わわわわわ、ああ。オッケーオッケー。ああ。おお。おお。素直に戦えばよかったな。ああ、ゴキゴキ、痛いな。おお。いいからそういうの、ほんと怖いから痛い。あら、あ、そっかそっか、めんどくさいな。もうザラギとかほんとやめてほしいんだけど。オッケーオッケー、とレベルとか上がってくれないかな、このタイミングで。ああ、オッケーオッケー、上がった上がった。ヤングスだけか。ああ、何に振ろう。一応斧を今強化してるから、斧全振りして足りないのか。10、どうしよう。はあはあはあ、こっち4つ入れて2つ入れるか。これちょっとまあ一回回復しないといけないかな。で、もううろうろしないでくれそこ。ああ、あー、でもまあまあこれだったらいけるだろう。ここかな。ウロコの盾、ウロコの盾持ったっけ。ウロコの盾はよしで、カウンターってよ、ちょっとお鍋の人はかわいそうだからね。装備した装備した、大丈夫。ドッキシスは持ってても使わないと思うんだけどな。お前ら俺のこと大好きか、マジで。
向こう行け向こう行け。お、北っぽくないこれ。私の声がわからないか。サーベルト兄さん。その呪文を止めるんだ、ゼシカ。私を殺したのはこの方たちではない。サベルト兄さん、本当にサベルト兄さんなの？ああ、本当だと思う。聞いてくれ、ゼシカ。そして、そこにいる旅の方よ。死の間際、リーザス像は我が魂のかけらを預かってくださった。この声も、その魂のかけらの力で放っている。時間がない。象の瞳を見つめてくれ。そこに真実が刻まれている。さあ急ぐんだ。あの日塔の扉が開いていたことを不審に思った私は一人でこの塔の様子を見に来た。なんだ、好青年じゃねえか。いいな、イケメンモテるんだろうな。出た。誰だ貴様は。悲しいな。なんだと。質問に答えろ。貴様は誰だ。ここで何をしている。我が名はドルマゲス。ここで人生の儚さについて考えていた。ふざけるな。どうしたことだ。剣が抜けん。悲しい。君のその勇ましさに触れるほど私は悲しくなる。貴様、何をした。体が、くそ、動かん。私の名を忘れずにいてくれるというのか。なんと喜ばしいことだろう。私こそ忘れはしない。君の名はたった今より我が魂に永遠に焼き付くことになる。さあもうこれ以上私を悲しませないでおくれ。
君との出会い、語らい、その全てを我が人生の誇りと思おう。君の死を無駄にしないよ。魂のかけらも役目を終えた。お別れだ。いや、どうすればいいの。お願い、行かないでよ、兄さん。ゼシカ、最後にこれだけは伝えたかった。この先も母さんはお前に手を焼くことだろう。だがそれでいい。お前は自分の信じた道を進め。さよならだ、ゼシカ。なんたることじゃ。あのサーベルトとやらを殺したやつめ、間違いなくドルマゲスじゃ。おっしゃ、いつの間に。なぜかは分からんが、サーベルトとやらもまたわしらにドルマゲスを倒せと言っておるようじゃ。彼の思い、決して無駄にはできんな。これでまた一つドルマゲスを追う理由が増えたということじゃ。それじゃ、わしは馬車で待っておるぞ。じゃ。じゃねえよ。一回村に戻ると。はーい。はあ、自分の足で戻るっていうのか。あ、そういうこと。名前もわからないけど、誤解しちゃってごめん。今度ゆっくり謝るから。だからもうしばらく一人でここにいさせて。ごめん、少ししたら村に戻るから。えんやで。よし、じゃあ村戻りましょう。よし、持ってきました。戻ったんだけど、どうするの。あ、あれ戻るの。ジェシカの家に行けばいいのかな。なるほどな。
あ、これ朝になったからこうイベント発生する的な感じかな。で、あー、そっかそっか、夜じゃ入れないのか、あの城みたいなとこ。カメラ視点操作なんかほんと下手くそだな俺。やめた方がいいじゃないのこのゲーム。大丈夫はい、入って、上に行けば母上がいるだろうから話しかければいいかな。あ、いたいた、いたぞ。元気かお前ら。あ、そういう空気じゃないね、なんか。おいおい君、取り込み中だ。話なら後にしな。うっせえ、クソ、気持ち悪い髪型しやがって。よし、よく言った。いいぞ。敵を撃つですって。ゼシカ、バカを言うのもいい加減にしなさい。あなたは女でしょ。サーベルトだってそんなことを望んではいないはずよ。今は静かに先祖の教えに従って兄の死を悼みなさい。もういい加減にしてほしいのはこっちよ。先祖の教えなの家訓なのってそれが一体何だっての。信じやしないだろうけど、兄さんは私に言ったわ。自分の信じた道を進めってね。だから私はどんなことがあっても絶対に兄さんの仇を討つわ。それが自分の信じた道だもの。分かったわ。それほどいいなら好きなようにすればいいでしょう。ただし私は今からあなたをアルバート家の一族とは認めません。この家から出ておいきなさい。ええ、出て行きますとも。お母さんはここで気が済むまで思う存分引きこもってればいいわよ。ファルク、マルク、荷物を取ってくるから通して。聞かれるの早いな。ファルク、マルク、あんたたちのこといろいろと利用しちゃってごめんね。ゼシカ姉ちゃん、本当に村を出て行っちゃうの？うん、だからこれからはあんたたち二人がこの村を守るのよ。サーベルト兄さんがよく言ってたわ。ファルクとマルクは将来村を守る立派な戦士になるだろうって。ほら、泣かないの。とりあえず鍋の鍋頭が飛ぼうな。さあ、もうここの見張りは終了よ。これからは外の見回りをよろしく。こいつらギスギスしてんな、まったく。あれはあの婚約者みたいなやつ、婚約者じゃなくて何だったっけ、あの言い名付けじゃなくて、
はい。もう村の外に出てるのかな。いないな、外かな、やっぱ。あれ、いないぞ。仲間。もう次のとこ行っていいのかな、これは。おかしいな、俺ここでジェシカ仲間になると思ったんだけど、ならなかったな。塔にいるかな。いなそうだね。よし、じゃあここで終了しましょうか。はい、じゃあね、今回はゼシカの、お兄さんの、ストーリーでした。はい、ということで次は、次の村目指してまた、やっていきたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。さようなら。